前回の動画までトゥー不定詞を見ていきました今回は不定詞の中でもトゥー不定詞以外の形について見ていきたいと思いますあれ不定詞ってトゥー不定詞だけじゃないのって思った人いるかもしれません実は不定詞にはもう一つ形がありますそれがこれです原型不定詞という形ですこれはもう読んで字のごとく動詞の原型を使う形です こんな形で出てきました。Help plus o plus 原形不定詞。動詞の原形だね。こういう形で一度出てきたことがあります。ちょっと文を使って復習してみましょう。はい、こんな文です。私は父が夕食を作ろうのを手伝った。これをヘルプを使って、原形不定詞を使って書いてみたいと思います。そうすると、I helped の後とどうなるでしょう。今回は私が誰を手伝ったのかな。 父を手伝っているんだねなので help の後とお父さん書いていきましょう I helped my father でその後は help を動詞の原形がきます夕食を作るなので cook dinner こうなります I helped my father cook dinner これで 私は父が夕食を作るのを手伝ったという文になります今回のこの形ね Help の後に「王」が来ます, My father, o ですそして動詞の原型クックが来ていますこういうふうな形ですこれが原型不定詞を使った文です。実は動詞によって原型不定詞が使えるのかっていうのが動詞によって違います え、じゃあいろんな動詞を覚えなきゃいけないの？って思うかもしれないんだけど、大丈夫です。このヘルプ以外で原型不定詞を取る動詞っていうのは、大体2種類ぐらいしかありません。で、今回はそのうちの1種類だけ見ていきたいと思います。それは何かというと。刺激動詞というものです。使役動詞プラスをプラス原型不定詞。これもやっぱり原型不定詞を取る形になります。 この使役動詞一体どういう扱うかっていうと日本語で言うとほにゃららさせるというふうに訳されることが多いですこういうふうに訳すことができる動詞三種類あります make とそれから let そして have この三種類だけですこれが使役動詞元形不定詞を取る使役動詞です。 それぞれぞこの3つがどういうふうに使われるのかっていうのを見ていきたいと思いますまずはメイクです使役同士のメイクはほにゃららさせるの中でも強制の意味を持っています例えばこんな文ですコーチはチームメンバーに毎朝練習をさせた練習させたこの文の中のほにゃららさせるここにはメイクが使われていきます強制っていうとちょっとあまり聞こえよくないかもしれないんだけどほにゃららしていいよっていう感じじゃなくて してねしてくださいしてよちょっと強制の意味合いがこもっていますなのでこの文にはメイクを使っていきますでは早速英語にしていきましょうまずはこの文の主語はコーチだねコーチがさせたからねなのでコーチから始めていきましょう The coach m メイク今回は練習させた過去形なので made で、誰にさせたかというと、チームメンバーだね。The team members で。で、えー、何をさせた練習させた。Practice。Every morning。はい、こんな文になります。はい、こうなりました。The coach made the team members practice every morning. これで、コーチはチームメンバーに毎朝練習をさせたという意味になります。形も見ていきましょう。まずは、使役動詞のメイク。そして、その後には、目的語だね。The team members が来ています。おと書いておきます。目的語です。で、その後には、動詞の原形。これが原形不定詞だね。原形不定詞。 元々と書いてきます。はい、これで make を原形不定詞の形です。人にほにゃららさせるという意味になります。はい、これが使役動詞の1つ目 make でした。じゃあ次二つ目見ていきましょう。2つ目は let です。これはほにゃららさせるという中でも許可を表します。ほにゃららしていいよという意味になってきます。例えばこんな文です。 母は今晩夜更かししするのを許してくれた。この文を英語にしてみたいと思いますまず先にちょっとこの「夜更かしする」っていうのを英語にしておこうと思いますこれは Stay up late. こんな表現で書いていきたいと思いますじゃあ早速英語にしていきましょうまずはこの文の主語お母さんだね my mother で let を使います。今回許してくれただから過去形にしたいね。レッドの過去形は形変わらず、レッドのままです。My mother let 誰に許してくれたんだろう。今回写真2人いるから私たちにしとこうか。友達と一緒に私たち夜更かししていって言われたっていう感じだね。My mother let us で動詞の原形使っていって stay up late <Tonight. S 2> はい、こうなります。my mother let us stay up late tonight これで母は今晩夜更かしするのを許してくれたという許可の意味を表す文になります形を確認しておきましょう今回は let を使いました使役動詞 let ですで、明日これが目的語で stay up late の stay この部分が原形不定詞だね to が付かない形です。元符と書いておきます。レッドを原型不定詞。これでほにゃららするのを許してくれる。ほにゃららさせるという許可を表す意味でした。じゃあ3つ目の使役動詞を見ていきましょう。最後3つ目の使役動詞はハブです。これは役割、その役割を持っている人にほにゃららさせるしてもらうという意味になります。こんな例文を見てみましょう。 教授は助手にホテルの予約をさせた。この中の「ほにゃららさせる」「予約させる」っていう部分なんだけどこの「助手の人」って教授のお手伝いする人だよねなのでホテルの予約をするっていうのはこの「助手の役割」ですなのでこういう時には「ハブ」を使ってあげますそうするとじゃあどんな文になるでしょうまずはこの文の主語は「教授」だね「The Professor」 ハブを使います。えー、過去形コケ、ハドだねで。誰にさせたか助手だね。The assistant、えー。ホテルの予約。Make a hotel reservation。こんな表現を使ってみようか。はい、こんな文になります。The professor had the assistant.Make a hotel reservation. こういうい文になりました。さて今回も形を確認していくと使役動詞の「ハブ」過去形の「ハド」だねこれを使ってでその後と「The Assistant」目的語が来ています。そして「Make」ここで動詞の原形を使っています。原形不定詞でで。す。これで 役割のある人にほにゃららさせるという意味になっています。教授は助手にホテルの予約をさせたという文になりました。ここまで三つの使役動詞 make、let、have について見ていきました。じゃあこれらの使役動詞を使って文を作る練習をしてみたいと思います。まず最初の文です。小鳥を飼わせて、この中に飼わせて、ほにゃららさせるという意味の部分があるね。ここで使役動詞を使っていきます。 じゃあ今回はこれは強制でしょうか許可でしょうかそれとも役割でしょうかうん。今回は買わせてあげるって許可を表す意味になっているね。なので、Let を使っていきます。今回、買わせてって命令文なので、いきなり Let から文を始めます。Let me have a bird. こんな文になります。Let me have a bird. これで 小鳥を買わせてという意味になります。写真2話だけどねまずは1話から飼い始めさせてあバードにしています。Let me have a bird. 今回は使役動詞レッドを使ってその後に目的語そして原型不停止動詞の原型を使っていますこれでほにゃららさせるという意味になっていますじゃあ2文目いきましょう姉は私に皿洗いをさせた 今回のこの「させた」は強制でしょうか許可でしょうか役割でしょうかうんちょっと強制か役割か悩ましいところなんだけど、うん、まあ姉が私に強制させたっていう意味にして書いてみようか本当は姉の役割なんだけど私に今回やらせたとそんな文で書いてみたいと思いますなのでメイクを使っていきましょうそうすると My sister made me で、原形不定詞。wash the dishes。こんな文になります。my sister made me wash the dishes。これで、姉は私に皿洗いをさせたという意味になります。今回は強制の意味を表す made。メイクの過去形ね。そして、目的語。そして、原形不定詞と。 こういう形になっています。ここまで使役動詞と原型不定詞の組み合わせの形を見ていきました。